これはですね、国産の豚革とですね、国産の木材ヒノキ杉を使った、チョコットスツールと申します。座面に使われているのが、国産の、東京産のですね、豚革ですと、この土台になっている木材の方なんですが、この足の部分がですね、ヒノキ材、これも九州産のヒノキですと、こちらの前面ですね、こちらもですね、九州産の今度は杉の方です。この2つの木材を使ってます。ちょこっとという形でですね、まあ子どももそうですし、大人の方も、ちょっと座るときに、持ち運んでいろんなところでご活用できるようなですね、ツールとなってますので。